皆さん、こんにちは。今日は前回の引き続き、習近平と蔡英文の演説について話します。前回は習近平の演説について話しましたが、今日は主に蔡英文の演説について話します。蔡英文総統の演説も長いですが、ここでは台湾と中国、大陸の関係についての内容のみを紹介します。 蔡総統は中台関係について主に2つのメッセージを伝えました。1つは両岸関係の現状を維持すること。蔡総統は我々は両岸関係の緊張が緩和されることを期待している。我々は軽率に動くことはないが、台湾人民が圧力に屈すると考えては絶対にいけない。 誰も我々を中国が設定したルートに追いやることはできないなどかつてなかった強い態度で習近平の演説に対応しました。この話の意味は台湾は独立もしなければ統一も拒否するという意味でしょう。軽率に動くことはない。 ということは独立宣言をしないという意味で誰も我々を中国が設定したルートに追いやることはできないということは統一を拒否するという意味でしょうもう一つは蔡総統領は4つの堅事を主張しましたすなわち自由民主主義の憲法体制を常に堅持すること中華民国と中華人民共和国が互いに従属しないことを堅持する 主権と領土の不可申請を堅持すること。中華民国、台湾の未来は必ず全ての台湾人民の意思に従うことを堅持すること。この4つの堅持の中、最も注目されるのは第2番目の堅持。つまり、中華民国と中華人民共和国は互いに従属しないという言い方です。 この言い方は蔡英文が総統として初めて公に話し、しかも政府の公式文書として記録されるものです。これは離島期時代に提出された二国論と似ているものですが、実は二国論ではなく事実です。中華民国と中華人民共和国は体制が異なる二つの国家です。ただし、 蔡総統がそれを公に明らかにし、中共が主張している台湾海峡問題は中国内政であるとの言い方を公に否定し、中華民国と中華人民共和国は2つの国であることを強調しただけです。 蔡英文の演説には非常に目立つ特徴があります。蔡総統はインド太平洋地域の平和と安全においての台湾の革新的な役割を繰り返して強調しました。蔡総統領は価値観が同じ国の間の協力と堅固な友好関係を強化しましたが、このような言い方は 台湾と中国の関係は両国の問題だけではなく国際問題少なくとも米中日台4国の問題であることを強調することです。 蔡総統は中台両国の問題をなるべく広範囲の問題としてさらに多い国の安全と利益に関わる地域内の政治問題として取り上げ台湾問題を国際化しています。これも事実です。蔡総統領の目的は台湾はもともと70前の 国民党と共産党の内戦により残された歴史的な問題ですが、現在は中共が武力で全世界の覇権を争う新たな問題となり、中共の周辺各国への軍事力拡大を阻止するための最も重要な場所となったため、全世界が重視しなければならないということを強調したいでしょう。 日本人にとって大陸の中国人と台湾の中国人は同じく見えるかもしれませんが違うところもあります。全体的に見れば台湾人は大陸人より優しく謙虚で中国伝統文化のイメージが高いです。この面では台湾人は日本人に似ており中共の横暴で 筋の通らない言動について真っ向から戦うのではなく、いつも礼儀を厚くして譲ります。これは国の制度、民主主義と関係もあるかもしれませんが、とにかく台湾人も日本人も中国大陸人より優しいです。しかし、中共に対しては普通の人間のように優しく対応してはいけません。中共は人間ではなく悪魔だからです。 今回、蔡英文総統が比較的強硬な態度で習近平の演説に答えたのは非常に正しいことです。実は蔡英文総統は当たり前のことを話しただけで、言い過ぎたもの、やり過ぎたことは一つもありません。 習近平は祖国統一問題に対する過去の演説でいつも武力統一を排除しないといい、それに対し蔡英文は一回も強い態度で対応したことがないのに、 なぜ習近平が今回の演説で武力統一の話を避けて一国二制度という平和的な方法で統一すると話したことに対して蔡英文は結局に強い態度で対応したのでしょうか習近平が危険を漏し人をペテンにかけるからでしょう。 実は習近平が言っている平和的な統一は全く誠意がない嘘です。一国に制度だけではなく、習近平が言っている全ての平和的な方法は全部嘘です。習近平がやりたいのは武力統一です。さもなければ、なぜ10月1日の中共国慶節前後に150人もなる中共軍機が台湾防空識別区に飛び込んだのでしょうか 習近平が数日連続的に武力で台湾を脅かした後、新害革命110周年記念活動の名義で、中華民国国慶節の前日に演説を行って、平和的な方法で祖国統一を求めると言ったのは、江南両養の戦術をとって、蔡英文が国慶節の演説で、 中華民国と中華人民共和国が互いに従属しないという両国論の発言を止めようと圧力をかけるためだったでしょう。習近平は蔡英文の国慶節演説内容を事前に知っていた可能性は十分あります。台湾の構想にも中共のスパイが潜入しているからです。しかし、習近平のやり方は蔡英文の かかすことができなかったんです習近平は高い調子で平和的な統一を主張しながら、明らかに台湾人民に全く受け入れられない香港モデルの一国二制度を統一方法として提出したのはなぜでしょうか習近平は台湾人民が 香港モデルの一国二制度を受け入れないことを知らないわけではないでしょう。だから習近平には平和的な統一の誠意はなく、ただ、 全世界に平和的な統一を主張しているというメッセージを伝え、台湾が平和的な統一を拒否するから、武力で統一するんだと、習近平は今後、さらに力強い武力で攻撃するための雰囲気を作るためでしょう。蔡英文は習近平の戦略を見抜いて、両国論を発表したでしょう。最近、中共の解放軍の方の ウェブサイトには陸軍第73軍団の合成旅団が福建省南部海域で上陸訓練を行う記事を報道し映像も掲載しました。また CCTV は 習近平の新害革命110周年記念活動での演説を報道するとき、軍隊大砲が出席したと報道し、長い時間をかけて空軍、海軍、陸軍及び武装警察の映像を放送しました。過去の新害革命記念活動には、 軍隊大砲は出席したことはありませんが、今回は複数の軍隊大砲が参加し、CCTV は軍隊の映像を重点的に放送しました。これは明らかにックで対話を攻撃するための宣伝です。だから、習近平が何を話しているのかよりも、何をしているのかがもっと重要です。 習近平は武力による祖国統一のために準備しています。これは蔡英文総統が中華民国と中華人民共和国が互いに従属していないなどと二国論の述べた根本的な原因だと思います。今日は蔡英文総統が建国110周年記念日での演説の一部の内容について話しました。 今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。